2時現在ギャラリーは1万3000人近くが詰めかけました。大きな拍手とともに最終組がこの18番のグリーン周りにやってきました。さあこれを打つのかドロップするのか、石川のボールです。金子さん、はい、あのね、ボールは水面からわずかに見えてます。はい、はい、ボール全部は沈んでません。打てますか。はい、水面な、あの、はい、水中の中なんですけれども、ボールは水面よりも少し頭が見えます。なるほど、これはウォーターショットでしょうね。うん、さあそしてこの18番のグリーンなんですが、はい、ここにこういう尾根があるんですよね。ですからちょっと大きめに打ってこの上の段につけてしまうとこれ2パットでいくのも非常に難しいんですね。はい、かといってギリギリのこの下の段、手前のこの段を狙って打ち損じた時に戻ってしまう。ウォーターショットです。行きますね。同じ段へ、そしてピンに向かって転がっていきました。はい、ウィニングショットですね。しかしもうなんて表現したらいいんでしょうか。いろんな技そして精神力をしっかり蓄えた17歳、この位置だ。ここに傾斜があります。まずこの距離感を出せたこと自体が素晴らしいです。この場面最後ややボールを捉えて、はい、この後コントロールするような動きでしたよね。はい、手前も奥もダメなんですよね。はい、その中であの距離感を出す、はっきりしたら1点しかないわけですよね。はい、それも本当にもう本当に簡単に言っておかしいですけども、さっと打ちましたよね。はい、まだ分かりません、まだ分かりません。小堀もトップから出ていって17歳石川の猛追を受けながら本当にテクニックでしのいできました。そして金子さん、もうここは、はい、そうですね、もう当然狙ってくると思います。はい、これをねじ込んでいけばまだゴルフは分からない。深堀選手だからこそ、はい、こういう調子の中でも、うん、こう優勝争いできたってのありますよね。本当に気持ちの強い選手ですよね。はい、本当に柔和な表情とは裏腹に熱い闘志を胸に秘めた深堀圭一郎。圭一郎だ。石川遼、まだまだ簡単には優勝させないぞという渾身のバーディーパットでした。素晴らしいですね。やっぱり最後で見せてくれましたね。はい、はい、いや、石川遼も本当にこの深堀さんは紳士なんです、もう見習うところはたくさんありますと尊敬しています。その深堀が最後の最後バーディーを取ってきました。そして金子さん、はい、やっぱこのグリーンですからね、はい、本当にきちっとタッチを合わせてもらいたいですよね。うん、そろりそろりとボールが動いて、この ABC の高速グリーン、廣田もよく盛り上げました。はい、先行きますね。はい、
広田、これで単独3位確定です。これでシードもほぼ決定じゃないですかね。はい、はい、ナイスプレーでした。ギャラリーの目は1点に注がれます。去年アマチュアでツアー優勝を果たしました。そこからプロ宣言をし、今年関西オープンはツアー外での優勝。現段階で2位深堀とは1打差です。気持ちは決まりました。なりませんでした。でもこの場でも狙ってきましたね。はい、もちろん決めれば文句なしの優勝なんですが、でも普通であればもう1ストローク開いてるわけですから、きっちり距離を合わせてね、はい、と思うんですよ。狙ってきましたね。ウィニングパットです。ざわめく18番。プロとしてのツアー初優勝。最終日最終組3打差を逆転しての優勝は確かな成長を感じさせる勝利でした。勢いだけではない、したたかさも携えた恐るべき17歳がマイナビ ABC チャンピオンシップの王者となりました。目頭を抑える思いが込み上げてくる。ぐるり取り囲んだギャラリーに今堂々たる姿を見せました。石川遼まだ17歳、もうこの40歳の深堀と競り合っての優勝、もういろんな成長を感じさせるこの4日間でした。はい、今実力の勝ちだから自信持っていいぞと深堀先輩に声をかけられました。テスト場で目が潤んでいます。いろいろなものが込み上げているはずです。はい、どうぞ。おめでとう。さあ、それではラウンドコメンテーターの日吉貞夫プロ、金谷太一郎プロにお話を伺います。日吉